あいよ。あ、すみません、立て付けが悪くてね、ごめんなさいね、入りづらかったでしょ。よろしくお願いします。いらっしゃい。どうぞお座り。はい。緊張する。全然緊張しないで。はい。最近ではね、選抜としてのお仕事も増えてきましたけれども、どう、だいぶ慣れた？慣れたことは慣れたんですけど、やっぱりなんかちょっと一歩引いてる自分がいるのが、まあそれわかるよ、見ててもかなって思います。やっぱり AKB の選抜と HKT の選抜とは違う？全然違いますね。HKT だとやっぱり一期生だし、そうだよね、引っ張っていかなきゃって思うこともあるんですけど、AKB に行くとやっぱり自分の良さが分かってなくて。さくらの良さ、さくらの良さはまずね、プロ意識があることね。これは本当にすごい。で、あの2個目、すごい可愛い。これはもうあのルックスの話です。やっぱりカメラに映ると花があるね、アイドル感がある。あとは本当は話せる。そう、本当はお話上手なはずなんだけど、これはまだ AKB の先輩が隠してます、これ。それ出してほしいのよ。やっぱり AKB って選抜ってさ、喋れる子今すごい少なくなってきてるから、むしろ出てきてくれた方がありがたいんですけど。ただなんだろうな、自分的にもそれは感じてて、なんかお人形さんになるのは嫌だ。それよ、大事よ。お人形さんもったいないんだから、ちゃんと人間味のあるアイドルっていうか、完璧ってすごいとか真面目だねとか言われるんですけど、そうだね、どうしてもね、このフォルムだからね、完璧感はあるよね。優等生とか、優等生って言葉が今一番嫌いっていうか、言われたくない。あれあれだね、岡田奈々が真面目って言われるのちょっと嫌みたいなことみたいなことでしょ。なんかキャラっていうのが必要なのかどうなのかっていうのも最近すごい考え、分かりやすい、なんだろう、バカとかパルルさんみたいな、総監督しようみたいな、しようとか、そういう世間的から見てその一言で私を言い表せる何かがない、自分では何だと思う？なくて、無なんですよ。無無なところが嫌なんですよね。でも、無理やりキャラってつけるものじゃないから。そうだよ、でも本当に作るのはとっても疲れると思う、やっぱりそれをやり通さなきゃいけないから、やり通せんならいいけど、いつかやっぱ疲れてくるから。あとね、あの驚いたのはね、選挙の時の おしゃべりですよね、スピーチですよね。選挙のなんで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 、あれすごかったじゃん。すごあれは考えて言ってる？半分考えて、半分その場でっていうか、そのスピーチ発表、順位の発表されてる時に考えたりとかしてます。すごっ。普段の時よりもやっぱ総選挙って中継とかされてるから、何か残さなきゃっていうのが、まあね、チャンスの場だと思ってるから、そこで、まあ、ちょっと言い過ぎちゃう時もあるんですけど。いや大事だよ、全然言い過ぎてない。本当に外を意識して喋ってるなって思った。あの時はサッシーに教えられたことを守って、とかニュースに取り上げられるようなことを、その記者会見とかでも言いなさいって、その見出しになること、偉いね、いつもなってるから、サッシーの言葉って、そうだね、そういうのを見て、あ、こういうことがなりやすいんだなとかので、総選挙はそういうこと言う。そうだったよ、私あれ好きだったよ、なんか来年はこの席に私が座りますみたいなやつみたいなやつ好きだったよ、あれ。おー来年はあの1位の席に座って、誰も見たことない新しい AKB を作りたいです。恥ずかしい。それすごかった、もうアドリブじゃないんちゃうかぐらいのあんな目台詞と思って、もちろん HKT で最初悩んでた時期もありましたね。あったよね、めっちゃありました。横山チーム麺の時とかさ、あのメロンジュースとかの時です。そうだよね、私なんか一回さくらにさ、相談していいですかって言われた。ありました、言われたんだよ。何相談したっけ、どうしたら前に行けるかみたいなね、そう言われたんだよね。それをね、なんかふと最近思い出して、そうでありましたね、そんな時期も。やっぱりね、あのどこのチームも2人ワンセットでボンって出る時があって、やっぱりシングルセンターから一瞬こうちょっと降りて、
サイドに回ってみたいな時があったから、桜にすごく苦悩してる時期があったけれども、うん、今確実に自分の立ち位置を築き上げてきてるじゃん、うん、で神セブンにもね入って、うん、どう？でもあの時期がなかったら今の自分はないなって思うし、うん、自分はこんなに頑張ってるのにどうしてって思ってても、いざその場所になったらそっちの方が辛いんだなって、まあ、期待される人の方が辛い、うんはいっていうのを気づけたから、うん、あの時2人はあの後輩の2人は辛かったんだろうなって思って、人の気持ちも分かるようになったから、うん、やっぱその瞬間はなんでこの2人が真ん中なんだろうって、うん、自分も頑張ってるのになっていう気持ちも、うん、思ってたけど、うん、でもまあこう AKB の選抜として、そして HKT48 を引っ張る1期生としてもそうだけど、はい、今後のこう立ててる目標とかある？なんか、うん、誰になりたいじゃなくても自分っていうものを確立したいから、うん、って考えた時に、じゃあ自分の武器はっていうのはもう常に考えてるんですけど、うん、ないから本当に武器というか、なくはないよ、だってなかったらこうまでならないよ、うんうん、だからこれそれがなんだろう、選挙で1位になることなのか、うん、でも女優さんとして何かをやることなのか、うん、それはどこを目指していく今は。でもアイドルの時はアイドルをしたいって思っていて、女優さんになったらまたアイドルとは違う自分を、なんだろう、満島ひかりさんみたいな、もっとアイドルって知らずに好きになる女優さんとかいらっしゃるじゃないですか。そういうまた違う自分を女優さんになったらやりたいから、アイドルでいるうちはアイドルに専念したいって。なるほどね、あの人はすごい嬉しいだろうな、うん、でもそれ以降の目標とかさ、やっぱり AKB を語る上で絶対に外せない人になりたい、うん、かなって思う。そうだね、そのためには越えなきゃいけない壁もたくさんありますけど、うん、私はさくらは越えてほしいなって思うんだよ、すごく。でも姉妹グループじゃないですか、うん、だからなんで関係ないでしょって思われ関係ないでしょ、そこを有無言わさず、あ、実力をつけることなのか。もちろん納得周りがしないでなるの一番嫌じゃん、うん、そうです、それがなんであの子があれなの、うん、とかじゃなくて、だったらしょうがねえなって言わせる人になってほしいなって思います、うん、でもさくら本当に私は今のままでいてくれたら大成功だと思う。え、本当ですか。ちゃんとまっすぐ自分を持ってさえいてくれたらいいなって。あとは本当に体調の面だけちょっとやっぱり今すごく詰まってるから、正直ちょっと休ませてあげてほしいなっていうのはマジである。宮脇さくらさんとですね、あと指原さんにちょっとお休みを